はい、役員報酬最適化によりまして、老齢厚生年金がもらえるようになる、法律上の根拠は何ですかというご質問に対します、回答としましては、次のような内容になります。まずですね、60歳代後半の方の在職老齢年金、あるいは70歳以上の方の場合の在職老齢年金、これはですね、厚生年金保険法第46条に詳しく定めがあるんですね。どのような計算式で支給停止になる金額を計算するのかということが書いていますので、こちらが根拠条文になります。で、60歳代前半の在職老齢年金につきましては、厚生年金保険法附則第11条ですね、こちらの方に定めがあります。それが根拠条文ということになります。あとは、厚生年金保険法附則11条の2、の方で、障害者とかね、長期加入者の場合の、在職老齢年金の仕組みについて定めがありますから、それが根拠条文になることもあります。あとは、厚生年金保険法附則11条の3、構内院生員の方の、在職老齢年金の仕組みについて規定がされてますね。平成6年改正法附則、21条の方ではですね、これは老齢厚生年金の定額部分、の支給開始年齢引き上げ、開始前世帯の、方とか、あるいは、支給開始年齢引き上げの経過期間中ですね、の方の、在職老齢年金について定めがあります。これらがですね、具体的な根拠条文という形になります。